皆さん、こんにちは。夏美です。ジャパンテレビの本日ニュースを聞いていただき、誠にありがとうございます。サブスクライブして、最新のニュースを聞いてくださいね。本日の主な内容はこちらです。中川輝人、伊藤淳也と共通点も異なる魅力、静岡学園の松村雄太に注目だ。11日に準決勝を迎える全国高校サッカー選手権。 4つ世の中でパッと目を引くサッカーをしているのは静岡、学園だ。バストドリブルを駆使する個人に集団とはよく言われるが、今回はそれに加え、ボールを奪い返す速さに目が留まる、ボールを奪われた瞬間にこそ、チーム全体の闘争本能に火が灯るといった感じで、周囲の選手がボールと相手に向かって襲いかかろうとする。面食らった相手が、 焦り慌わてる間にボールをダッシュする、静岡学園はその結果、相手陣内でボールを保持し続け、バス、ドリブルなどの個人技が、一層光って見える、ことになる、相手は姿勢一方に陥る。準々決勝で対戦した徳島市立は5バックで守るスタイル、だっただけに、そうした傾向はピッチにより鮮明に描かれることになつ、た、夫人は4つ,つさん とりわけ際立つのが小山直樹、左と松村優太、右の両ウィングだ、両サイドバックも高い位置をキープし、その動きを下支えするので、二人の両ウィングはサイド、攻撃を安定的に行うことができる。鹿島アントラーズ入りが内定している松村優太、静岡学園、プレッシング、サイド攻撃。スタイルは攻撃的サッカーそのものだ。 日本代表を中心に回る日本のサッカー界では、代表チームが守備的な3バックを採用すると、すかさず、その流れが日本全国に波及する傾向がある。トルシエジャパンが3つ質1つ2を採用した時がそうだった。結果的に5バックとなり、後ろで守ろうとするサッカーを、高校サッカー選手権の舞台でも普通に見かけたものだ。 森田持ジャパンが守備的な3バックに転じようとしている今、徳島市立的なサッカーが増えていくのではないかと危惧される中、静岡学園は準々決勝で、それとは真反対のサッカーを披露しながら4つ0と対象した。あえて言えば、それは昨季の J リーグを制した横浜 F マリの素敵なサッカーである。その横浜 FM にあって昨季、 最も目を引くプレーをしたのは右ウィングの中川輝人だった。実際、年間最優秀選手に選出されたわけだが、今の静か、岡学園もこれと似た状態にある。もし優勝を飾れば、右ウィングを務める松村は今大会の最優秀選手と言ってもいいはずだ。その特徴は、中川とかなり似ている。170センチ、60キログラムは、 160石ーメトルの中川より一回、利用キーとはいえ、小柄であることに変わりがない。そして二人とも50メートルを5秒台で走る快速の持ち主だ。スピード感あふれる小柄なミニウィングという点で一致する二人だが、広いスペースにボールを持ち出し、スピードを活かして前進する中川に対し、松村は狭いス、ペースでも、相手のマーカーとの距離が近くても、それを苦にせずも、 チア味を発揮する。ボールが身体に磁石のように吸い付いて見えるタッチの細かいドリブルだ。狭い中を縦方向にハイスピードで前進することができる理由である。しかも、その状態を長く維持することができる。そのスピードは加速性にも富んでいるので、あれよあれ、よという間に滑らかにスイスイと進むのだ。5メートル、10メートル、20メートル、 気がつけば30つつ40メートル進んでいる感じだ。一気にドーンと 30M、40メートル突き進むスタイルではない。あくまでも高校選手権のレベルなので、J リーグや国際舞台でその魅力がそのままストレートに反映されるとは思わないが、大きな可能性を抱かせることは確かだ。これまでスピードスターといえば、ボール操作すべに難を抱える嫌いがあった。自身のスピードに、 ボール操作が追いつかず、制御不能となりボールが暴れてしまうというケースが目立った。スピードスターと騒がれる選手が現れるたびに、そうし、他傾向がどれほどあるか、疑ってかかる必要があった。中川、そして日本代表の右ウィング、伊藤淳也、元久が対等した時にも、その点に中止したものだ。ボール操作すべは簡単に上達しないので、若い頃、 少しでもそこに危うさを覚えた選手は大抵、ある時点から伸び悩むことになる。デビュー当時はスピードがかりすぎていたキリアン、エムバペ、パリ、サンジェルマンなどは、そういう意味で例外になるが、松村にその手の心配は不要だ。J リーグ、鹿島アントラーズに内定に入って、成長にブレーキがかかるようには映らない。右利きの右ウィングは、 世界的にも国内的にもとにかく貴重な存在だ。絶対数が不足している個性になる。日本でそこに中川、伊藤が対等したことには大きな意味があるが、松村のタイプはこの二人とはまた少し異なっている。言うならば、より近代的な右の快速ウイングだ。その近代性は相手ボールに転じた瞬間にも見て取れる。松村は間髪を入れず、 直ちにボールと相手にアタックを仕掛けるのだ。マイボールの時以上のスピードで、持ち前のスピードを二つの異なる局面において、境、甲斐なく連続的に発揮できるという点に新しさを感じる。それは今回の静岡学園のサッカーの魅力そのものだと言える。その象徴が松村で、スタイルの発信源としての役割も兼、寝ている。 準決勝の相手は焼いた中央。松村率いる静岡学園がどんなサッカーを見せるか楽しみである。ご視聴ありがとうございました。何かご意見があればコメントをしてください。また最新のニュースを見れるようにライクボタンとフォローボタンの多くを忘れないでください。